こんにちは、わんこそば P さんです。今日は久々にね、ゆっくり収録ができてるというかね、いつもね、もう本当に週末ぐらいから出張が入ったりとかね、はい、していたので、もう前撮り前撮りみたいな感じで慌ただしく撮っていたんですけど、今日は本当に久しぶりに、締め切り日に撮れてますね締め切りギリギリに撮れるというね、本当にね、幸せなことだなと思いますが、でちょうどあのバレンタインデーなんですよ。で、あの今出張から戻ってきたところなんですけど、会社にねバレンタインデーのチョコがね届いておりまして、イクさんからねいただきました。ありがとうございます。まだねちょっと食べてはいないんですけどもね、これから食べようかなとは思うんですけど、後で楽しみたいなと思います。いや、こういうのは嬉しいですよね。皆さんどうですか、バレンタインデー。自分へのチョコっていうのも買ったりしませんか。うちの家族もね、あのバレンタインデーのだいぶ前に買って、バレンタインデーが来る前にもうすでに全部食べてしまったというね感じなんですけど、いろんなね種類のチョコレート、いろんなメーカーとかね、あとなんだろう、有名なパティシエ監修とかね、本当にさまざまなキャラクターのねコラボチョコレートとか、パッケージが可愛かったりね、いろいろね、その見た目とかね味とか、たくさん楽しめるのがやっぱりバレンタインデーのいいところなんじゃないかなと思いますけども、はい、ということでね、イクさんありがとうございます。今日はねゆっくりね、収録ができるということもあってね、いろんな話をねしていきたいなと思いますけどね、まずはねこの曲からいきましょうか。それでは曲ですね、聴いてください。魂田雄飛で、あ違った、田中雄貴で雨上がりの君。違う。
緒濡れぬ君を引き寄せば気しめるその途端にあ目が上がった頑張らなくてもいいんだよ君以外僕は誰も愛せないだから聞いていただきました。田中裕樹で雨上がりの君でした。さあさあ、なんかね、最近じゃないけどよく聞くのが、まあ、パートナーとね、バレンタインでの続きじゃないですけど、パートナーがいる人、パートナーのね、わがままを聞くってよく、ね、言われたり聞いたりするんですけど、わがまま違うなと思いますね。僕はわがままイコール、まあ、夢だと思うんだよね。なんかやりたい、なんかこれ買ってとかね、何々してほしいとか、ちっちゃな夢がたくさんあったとして、わがままを聞くんじゃなくて、夢を叶えていくみたいな、そういったね、ちっちゃな積み重ね、そのちっちゃな夢の、夢を叶えていく積み重ねが、笑顔になって帰ってくるわけだから、なんでね、皆さんもね、もしこうパートナーがわがままだなみたいなこともあると思いますけど、一旦ちょっとその考え方を変えて、じゃないけどね、スタンス変えて夢を叶えていこうみたいな、やっぱりね、相手の笑顔が見たいじゃないですか、基本としてね。だから笑顔を見るためには、まあ、夢をね、どんどん叶えていってあげるとね、自分も嬉しいし、相手の夢が叶うと自分の夢も叶う部分もある、どんどんね、こう気分が良くなってきて、またいろんなね、新しい夢が生まれたりしますから、ということでね、まあちょっとね、話それますけども、はい、ということでね、もう一曲ね、こちらの曲流したいなと思います。聞いてください。吉永拓海で、そして晴れ。ある晴れた日の
雨ときたら、まあ、晴れかなということでね、吉永拓海くんの曲、そして晴れでした。まあ、今度ね、あの吉永くん岡山でね、中心に活動してるんですけど、今度ねちょっとプライベートですけど、小島のねジーンズストリート行ってみたいなと思います。以前はね小島のなんだ小島フェスティバル、小島のあの周辺ですごい大きなイベントがあるんだよね、毎年毎年ね。でコロナとかがあったから多分中止になってて、また開催されると思うんですけど、あの辺ね、あのお祭りだけじゃなくて、あのジーンズの生産地でね有名で、それこそいろんなところでコラボもしてるんですけど、うん、ちょっと見てね買いに行きたいなと思います。割とね学生時代は特にそうなんだけど、ジーンズ好きでね、いろんなねメーカーブランド、それこそ個人店で、ね、職人さんが作ってるみたいな、もう名前みんな知らないようなねレアなブランドとかもたくさんあるから、そういうのも楽しみたいのと、あと倉敷の方も寄ってね、美観地区ですか、うん、昔さながらのねあのね、うん、素晴らしい景観をね楽しみたいなと。たまにはそういったね見て感じることもね大切じゃないかなと思いますね。心が豊かになりますからね。写真とかね映像を見るだけでもねすごい楽しいんだけど、やっぱり直にその地域に行ってね、その地域のものとかも食べたりね楽しみたいなと思います。皆さんもぜひね吉永拓海くんに会いに来てください、岡山県にね。はい、ということでメッセージの方行きましょうかね。岡ポンさんから来てますね。 P さんおはよう、今回日曜日収録、いえいえいえ、今回はねあのちょうどよくって言ったらあれですけど、週末があの出張だったんですよ、ちょうど。で締め切り日に帰ってきたんで、もうその流れで収録しております。またまた間に合わなかったかな、間に合いました、余裕でした。ただねちょっと来週再来週は分かりません、週の中日くらいに予備的にコメントしとかないといけんかも、いけんかもしれませんねあ、そうだな、来週っていうか、そうだ、今回分は多分収録めちゃくちゃ早い可能性ありますね。うん、ちょっと県外のね、案件入ってるのでね、2月10日、今年初の島根松江でのライブ行ってきたよ。お、島根松江のライブなんだろう、時々話題出してる八田太郎くんの今年初の地元ワンマンライブだったよ。いいですね、地元で頑張ってるね。夕方3時に始まりライブが終わり、日が落ちる頃に外に出て夕日を浴びる感じのシチュエーション。あー、いい、ライブが終わって外に出てこう、ね、日が落ちていくみたいな、夕日も綺麗なんだよね。タイトルは街が西日に袖を通す頃で、その第1回目だったわ。あ、第1回目ってことはこれ第2回第3回と続いていくのかな。ライブ始まりの頃は曇り時々小雨だったけど、ライブ途中に時々日が当たってきて、帰る頃は雲の隙間から西日もちらほらで、タイトル通りになったわ。やっぱりタイトルに込める気持ちがね、やっぱり天候もね変えていくということでね、うん、素晴らしい。この日は一人でギター弾き語りで2時間、話たくさんで多分半分くらいはお話してたかも。え、お話が面白いのもいいよね。十何人のこじんまりとした空間でめちゃくちゃアットホームなライブだったよ。あー、いいね、手が届く距離感でね。2月限定のアコースティック曲の CD 発売もあり、全曲ゆったりとした感じだけど熱いメッセージ曲もあり、5万円の中ね、うん、松江日帰りしてきました。あー、幸せたっぷりね、うん、注入されたわけですよ。それから P さん推しのなぎさん、
ソロもアップだけどバンドだとさらに磨きがかかるねということでね。まあ、凪さんはね、まあ、いろんなアニソン、ゲーム、音楽ね、歌われてますけどね、やっぱりオケよりね、生バンドの方がね、合うんじゃないかなと。見た目はね、本当に地味めな女の子なんですけど、そんな地味めな女の子がね、こうステージでね、歌う姿がかっこいいみたいなね、そのギャップもあるかなと。あと声がね、綺麗だよね。どちらもなんとなくワクワクさせる感じだね。チケットも取りにくいみたいだし、生では見る機会はないだろうけど、 P さん推し、一度は生で見たいなということで、岡ポンさんでしたけどね。まあチケットはかなり取りづらい、100% 抽選になるし、まあ、抽選を突破しても、まあ、席のね、まあ、S 席 A 席みたいな感じでね、そこもさらに突破していかないといけないというね。あとは日程、場所、なかなかこのローカルではね、ライブをあんまりねしないタイプのアーティストなんでね、もうそれはね、東京とか大阪とかね、名古屋、福岡、札幌かな、まあ、あの辺で成り立っちゃうからね、皆さん集まってくるからね、やっぱりある程度ね、こう集客とか人気があるアーティストってなかなか逆にローカル来てもらえなかったり、難しい部分あったりね、キャパちっちゃいじゃんローカルだと。そうすると、まあ、儲かんないじゃんリアルな話ね、まあ、そういったね、その事務所的な事情もあったりするんじゃないかなとは思いますけどね。でもぜひね、米子にも来てもらいたいなとは思ってますよ、松江、あ、出雲とかね、山陰の方にもね来てもらいたいなとは思ってますよ。なんで何かしらね、こううまい企画があったらね、噛み合えばいいなとはずっと思ってますけど、まあそういったね、事務所的な事情もあると思いますけどね、あと八田太郎くんはね、いつだったかのライブで会ったっきりですよね。なんだったっけな、松江イングリッシュガーデンかなぐらい遡らないと、会った記憶がねないんですけど、まあでも長くね、その好きなことをやるってね、ものすごいね難しいことだと思うんだよね。それをね地道にやってるっていうのはね、それこそ本当に、すごいし、これからもね頑張ってほしいなと思いますね。はい、ということでね、最後に1曲入れちゃいましょうかね。この間僕東京だったんですけども、多分タモちゃんとニアミスしてるんですが、タモトさんの曲流したいなと思います。聴いてください。タモト直弘で金魚鉢。ただ少しの世界に興味なんてない。酸素は出てるし、餌は降ってくるし、こんなに素敵な世界はこれ以上は絶対ないよ。ここにずっといるって決めたんだ。僕の大好きな食べられた
した空に浮かぶクジラ雲、もう羨ましいなんて思わない。はい、聞いていただきました。田本直弘で金魚鉢でした。いやー、それこそね、先日東京にいたんでね、田本ちゃんと予定が合えば一緒に銀座に繰り出そうかなと思いましたけど、なかなかね、こうスケジュールがね、ちょうどなんだろうな、合わないんだよね行ったり来たり、お互いすれ違ってるんでね、飛行機の中でね。ということで、今回も P さんでした。それでは皆さん、また来週。じゃあね。